こんにちは、ドラコンプロの小池翔司です。どうですか皆さん、練習していますか？今回はフェアウェイウッドの打ち方超基本編をお伝えいたします。どうでしょう、ドライバーやアイアンはそこそこ打てるのに、フェアウェイウッドになると全く当たらないとか、練習場ではなんとか打ててもコースに行くとダフリアトップばかりでフェアウェイウッドは使わないという方、意外と多いのではないでしょうか。コースでフェアウェイウッドが打てないと、ドライバーショットでロングホールや長いミドルホールなどでミスした時や、ロングホールで2オンが狙える距離なのにフェアウェイウッドが打てないので、アイアンで泣く泣く打つ人も多いのではないでしょうか。今回はそういう方のために、フェアウェイウッドの打ち方超基本編を4つご紹介いたします。フェアウェイウッドはコツさえつかめばドライバーほど難しくありません。苦手意識を克服してフェアウェイウッドを使いこなしましょう。飛ばしてなんぼ。フェアウェイウッドの打ち方超基本編、1つ目は短く握るということです。なんだかんだ言って短く握ることで優しく打つことができますし、フェアウェイウッドが苦手な方などにはとても効果があります。これが通常の握る長さで、グリップエンドまで握っていますが、フェアウェイウッドはやや短く握ることをお勧めいたします。フェアウェイウッドはこれでかなり打ちやすくなります。どうですか、このように目いっぱいグリップを長く握ってドライバーのようにフェアウェイウッドを振っている方いらっしゃいませんか。グリップを長く握るとどうしても飛ばそうとして振ってしまうものです。ですので、グリップを短く握ることによって飛ばそうと振ってしまう意識をなくすことができます。またミート率が格段に上がりますし、シャープに振ることができます。フェアウェイウッドは短く握ってミート率を上げ、シャープに振って飛ばすことが大切です。では実際に打ちます。まずはグリップを長く握って打ちます。長く握っているのでどうしても飛ばそうとして振ってしまいがちになります。もう一発打ちます。長く握ってドライバーのように振っているのでミート率が悪く曲がってしまいます。よくありません。次はグリップを短く握って打ちます。短く握っていることでクラブをシャープに振り切れています。もう一発打ちます。ミート率が上がりますので優しく打つことができるんですよね。フェアウェイウッドはドライバーの次に長いクラブで芝の上から打ちます。そしてヘッドはドライバーよりこんなに小さいです。フェアウェイウッドの打ち方はドライバーのようにグリップを長く握って飛ばすのではなく、短く握ってミート率を上げて打つことがとても大切です。苦手な方は必ずグリップを短く握ることがナイスショットの条件です。飛ばしてなんぼ。フェアウェイウッドの打ち方超基本編2つ目はボールの位置です。これはかなり重要です。ドライバーのボールの位置はこのように左かかと線上にセットするのが基本ですが、フェアウェイウッドはドライバーよりボール1個分くらい内側にセットいたします。このように内側にセットいたします。初心者やフェアウェイウッドが苦手な方など、ドライバーと同じくフェアウェイウッドも左かかと線上にセットしている方を多く見かけます。フェアウェイウッドは芝の上から直接打つので、アッパーブローで打つドライバーと同じ左かかと線上でボールをセットするとダフったりトップしたりしてうまく打つことができません。また棒の位置を真ん中にセットしまうと、フェアウェイウッドのロフトは15度前後ですので球が上がりづらくなります。そしてクラブヘッドが鋭角的に入りやすく、やや手前からクラブヘッドが入った場合などヘッドが芝に刺さってしまい、大ダフリの危険性が出てきます。また体重移動ができずに右足に残りやすく、このようにダフリやトップの原因にもなります。ですのでフェアウェイウッドのナイスショットの条件は個人差はあると思いますが、ボールの最下点でもある左かかと線上より1個分内側あたりにボールをセットすることが大切です。この位置でセットすると多少ダフったりしてもヘッドが滑って大きなミスにはつながりません。では実際に打ちます。まずは左かかと線上にボールをセットして打ちます。ヘッドの最下点より左側にボールをセットしているので、アッパーブローでボールを捉えるためダフってしまいます。
次は棒の位置を真ん中にセットして打ちます。ボールが高く上がりません。最後は棒の位置を左かかと線上より1個分内側にセットして打ちます。左かかと線上よりボール1個分内側の位置はヘッドの最下点でボールを捉えられるフェアウェイウッドの最適なボールの位置と言えます。次はボールとの距離についてお伝えいたします。このように両腕を伸ばしてクラブをおへその前に水平にいたします。左グリップとおへその空間は拳2個分空間を空けます。その状態をキープしながら前傾して土踏まずに体重をかけ軽く膝を曲げます。そして左グリップとおへその空間が拳2個分空間があることを確認してください。これは3番ウッドですが、これが3番ウッドの適正なボールの距離感です。このようにボールとの距離が近くなったり遠くなったりしてはフェアウェイウッドをうまく打つことはできません。まずはボールを近くにセットして打ちます。懐が狭くなり肘が引けてスライスしてしまいました。次はボールを遠くにセットして打ちます。手打ちになりやすく右や左にボールが散らばりやすくなります。最後は適正のボールの距離感でセットして打ちます。フェアウェイウッドは芝の上から打つ一番長いクラブです。棒の位置はとても重要です。チェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。フェアウェイウッドの打ち方超基本編3つ目は体重移動をするということです。このようにバックスイングしてインパクトフォローで体重が右足に残ったままで左足に体重移動ができていない方を多く見かけます。右足に体重が残ったままだと手打ちになりダフリやトップしやすくなりフェアウェイウッドをうまく打つことができません。ですのでフィニッシュでは右足かかと裏側が見えるように左足に体重を移動することが大切です。このようにフィニッシュでしっかりと左足に体重移動をいたしましょう。では実際に打ちます。まずは右足に体重が残ったまま打ちます。手打ちになってしまいボールも飛びませんし、とてもダフりやすい打ち方です。よくありません。次はしっかりと右足から左足へ体重移動して打ちます。うまく打てました。特にフェアウェイウッドはクラブも長いですし振り切れない方が多く、右足に体重が残った打ち方をしている方がとても多くいらっしゃいます。フェアウェイウッドをうまく打つコツは当てに行かずフィニッシュで右足かかと裏側を見えるようにして左足に体重移動することがとても大切です。飛ばしてなんぼ。フェアウェイウッドの打ち方超基本編4つ目はドライバーと同じく振らないということです。どういうことかというと、フェアウェイウッドはドライバーのように飛距離を欲しがってはいけないということです。どうですか、フェアウェイウッドをドライバーと同じように振っていませんか。このようにドライバーと同じく飛ばそうとしている方を多く見かけます。これではフェアウェイウッドはうまく打てません。フェアウェイウッドはドライバーよりコンパクトでシャープに振り切るのがコツとなります。フェアウェイウッドが苦手な人は特に飛距離を欲しがらないでミート率を上げてそこそこ飛んでくれればいいという気持ちを持つことが大切です。では実際に打ちます。まずはドライバーと同じく振っていきます。力んでダフっています。ミスショットです。次はコンパクトでシャープに振ります。この打ち方だとミート率が上がるので飛距離も安定して飛びます。フェアウェイウッドはドライバーのように飛距離を欲しがった打ち方をしてはいけません。フェアウェイウッドはミート率を優先してコンパクトでシャープに振るスイングをすることが大切です。練習いたしましょう。